ドジャース9、6レッドソックス、21日、ロサンゼルス。ドジャースの大谷翔平選手が、1番、指名打者で出場し、3点リードの5回の打席で中越ソロを放って4年連続30号を達成した。後半戦初、4戦ぶりの一撃は観客席を超え、通路まで達する飛距離144メートルの特大弾。脅威のアーチに本拠地は騒然となった。試合後、 大谷は、良かったです。いい角度で上がりましたと笑顔。一応見てはいたが、ちょっと目視はできなかった。どこに行ったかわからなかったと振り返った。大谷にとっては今季2番目となるが、その規格外の飛距離にチームメイトの反応を問われ、みんな、まあまあだな、見たいなと笑った。大谷はレッドソックスの先発右腕黒フォードに対し、初回の打席は空振り三振。 2対2の3回の打席は左皮に倒れた。第4打席は4級だった。チームは今季最多6発で逆転勝ちした。大谷はチーム状態に逆転が多かったり、ものにできているのはチームとして勢いに乗っていけるのかなと思うと語り、30号には長打は持ち味だとは思うが、状況状況によって今は一番なので出塁も大事。バランスも大事かなと思います。と頷いた。